皆さんこんにちは、小浜桃奈です。今日はですね、もう早速なんですけどスペシャルゲストを呼んでいます。そう、あの教室フィレスミ編をね、見ていただいてた方ならわかると思うんですけど、早速呼びます。どうぞすげえ、はい、すごいね、なんかよく話せる、そんなね緊張しちゃって無理だと思う、そんなに話せないとは。はい、来ました。はい、木村会議です。バリー東編に出てました。冬休み編だよ。あ、そう、冬休み編に出てましたやば、緊張する。はい、初めて和田さんのチャンネルに、はい、初めてです、来てもらいました。めっちゃ緊張してます。今の気持ちは緊張してます。緊張してます。はい、だそうです、はい、緊張してますしか出てきません。今日はですね、あの、はい、呼んで2人で、あの、皆様からの質問、まあ、いろいろ、ね、気になってることがあると思うんですよ、多分。そう、だからあのインスタとかでいただいた質問とかを元にちょっとね、振り返るって言ったらあれなんですけど、まあ、冬休み編をちょっとおさらいできたらなと思っています。まあ、多分一番質問が多かったと思うんですけど、あの来た時どんな気持ちでしたか？もうなんかね、うん、いや正直あの来ると思ってなかったから、うん、びっくりして、しかもあのモーナが来る前にあの来てもあの断られる場合もあるからごめんなさいって言われる場合もあるからみたいな言われたんで、最後にだからモーナが来た時になんか1日目みたいなの始まってめっちゃ2キュンと思ったでしょ。そうこれ告白じゃないなと思ったから、こう最初こう険しい公式だったんだけど、なんか険しくもなかったから、うん、ニヤニヤしてたからニヤニヤしてたかもしれない。でも、うん、そんなあーもう、そう、振られんのかなみたいな思ってたら、なんか、ね、ね、途中振られると思ったのすごくないですか途中で告白って気づくっていう、そういうすごいね、うん、天然だよね、やっぱり。天然ではない、天然ではない、あ、はい、あって感じ、あって感じ、はい、と思いました。まあ、嬉しかったです。あ、よかったです。嬉しかったですそれで私の DM に結構来たのが、なんで3人で迷ってて最終的に海輝くんに行ったんですかっていう質問がめっちゃ多くて、はい、それは僕も気になりますね。そう、見てる人はね、そうコメント欄とかリアルタイムで見てたんですよ、もうすごかった、うん、みたいな、永遠にもう A のコメントがずっと流れてて、まあそうなるよねって思ってたんですけど、でも3日目のパラセーリングと海がもう楽しすぎた、もうそこが一番ですね、本当に。確かにね、確かにね、パラセーリングが本当に楽しすぎて、うんうん、3日間振り返って一番楽しかった時間がそこだったかなみたいな確かに俺も一番海が楽しかったね。海めっちゃ楽しかったね。バナナボートはまあね、あれはもうバナナボートひどかったけどね、うん、まああれも楽しかった、うん、あれもいい思い出、本当に楽しかった、うん、泣いてたけどいやもうあれはなかったことやらせたから。ああ、そう、うん、いやでも海が楽しすぎたのが一番で、バナナボートから落ちた時に初めて喋ってね、ちゃんと喋っ、まあそうだね、そう、それまで全く喋ってなくって、喋れてなかったけど、うん、そこで初めて喋って、そのままツーツー誘ってくれて、まあ俺的にはもうね、登れなくてよかったねって感じなんだけど、まあ、いや、登れなくてよかったって感じなんだけど、まあ、それがきっかけになったから、ね、それがきっかけになったからね、よかった、うん、あれは泳げなくて、そう、いいこともあったっていう、そうそうそう、で、あれマジで足つかなかったから、本当に男子はみんな背高いからつくけど、そう、私とエミちゃんだけ足が全然ついてなくて、なんかもうプカプカしてて、モナとエミだけ泳げなかった、うん、そう、2人泳げないの、そうのに落とされまして、 それがあったからね。あ、そうだ、そのそれからのパラセーリングが強かった。あ、いや、言ってたもんね、パラセーリング、あれだ、そう、声が生まれて井上さんが言ってたそう、その通りだよね。あ、3日目でかかったよ、ね、うん、正直ね、俺もね、3日目がきっかけでね、もう何決めたからうん、うん、パラセーリング叫んだんだけど、うちのね、叫んだけど、うん、まあ、あれはちょっと恥ずかしかったから、まあまあまあ、恥ずかしかったかなみたいなねって感じで決めましたね。グループ上げでかいよね、だいぶね、あれだいぶでかい、あれマジでくじ引きね、そうそう、本当にあのくじ引き怖すぎるで、どっちに行きたかったんだっけ、もともと絶対サファリそう言ってなかったけど、サファリ行きたかった、俺はめっちゃ海に行きたかったから、めちゃめちゃ喜んでて、一人で、いや、まあ、一番肝心なのは誰と誰かなのに、あのめちゃめちゃ喜んでた、海を引いて、ねえダメじゃんダメじゃない、
や絶対海のが楽しい。え、楽しいのは分かる、楽しいんだろうけど、だって、はい、万が一のことを考えてたよ。何万が一、まあ、だって絶対落とされるかもしれないじゃん。落とされるのは確定してたよ、元からまあそうだけどさ、うん、海でよかったですね、みたいな、イエイって感じ。はい、なんか急すぎ、仲悪い、急すぎ、仲悪いじゃんって感じです。そうだね、決め手はお互い3日目でしたって感じ。はい、はい、次なんでずっと緊張してる確かにずっと緊張してるけどね。はい、じゃあこれはね、私もちょっと気になる質問をしますね、はい、男子は何を言うが言われたら一番嬉しいんですか。どうなんだろうね。いや、まあ、ストレートに思えるよね。言ってくれたらそれは嬉しいし、うん、なんだろう、ギャップじゃない、一番あれなの。ギャップ萌え、そうだそう、ギャップ萌えってそんなにするの。する、俺はする、俺はするよ。急に髪型変わったりだとか何かそういうね、何かしらのギャップ、何かしらのギャップがね、あれとね、あー、なんか可愛いなってなる。あ、何言われたら嬉しいかっていうあれなのに、うん、確かにまあストレートに言ってくれればね、何でも嬉しいと思うよ。ストレートに言えば刺さると。そうです、はい、そういうことだそうです、はい、ぜひ全国の女の子は参考にして、あの、思ったことを言いましょう。そうそう、言った方がいいよ。でも言い過ぎるとね、言い過ぎるといけないところはあるので、そう、程よく、聞かれない程度、程よく言ってくださいということで、ぜひ。今更ですけどね、あの、一番多かった質問、あの、正式ですかみたいな。そうそう、ちゃんと今も付き合ってんですかみたいな。ね、すごい来るよね。そうそう、多分ね、なんか、時間が空いてるの多分見てる方も分かってるからかもしれないんですけど、もうなんか別れたみたいな言われてるんですけど、現在進行形で一応付き合っております。はいはいなんではい、うん、ちゃんとね、お互い好きだからちゃんとお互い好きだから、そう、ちゃんと付き合ってるよ、正式に。はい、記念日は11月16日です。月も言って大丈夫だ、それ大丈夫大丈夫だそうです。はい、16日で、そうそうそう、なんだっけ、呼び名？そう、呼び名はね、もうね、カイトとカイキョンしてても、カイはね、免れない。そう、カイが一緒なんですけど、そう、ゆずかいカップルさんとかぶってしまうんですけど、ももかい。うん、そんな感じだね、ももかいだね。そう、かいももよりなんかしっくりくるかな、みたいな。そうそうそう。感じで、決まりましたので、ぜひ、覚えてください。そうです、はい。ももかい。はい。会う頻度ね。頻度どんぐらい？どんぐらい？でも不定期じゃない？不定期だけど、平均したら平均するの？2週間、3週間に1回。月1で会えたらいいねんだよ、いいねって感じだよね。月2は会ってない今のところ。地味にね、あの、遠距離まで言ったらあれなんですけど、中距離なんですよ。そうそう、茨城県民と東京都民なんで、そう、片道3時間半ぐらいあるね。そんなない、2時間半2時間半なの。まあ、急げば車も合わせて、あ、車も合わせて、嘘、あ、マジか、あ、2時間半しかないそうです。あ、3時間、2時間半もうあるよ。あ、もうだよ。確かに行く側としたそうそう、だから東京行くっていう、なんつうの、その用事があった時についでに会っとこうみたいな感じでついでね、ついで、そう事務所が東京だもんね。そうだから、たまに来る時に遊ぶみたいな感じです。はい、はい、身長差はあれ何センチ、あ、そっか、そう、この前微妙だもんね。そう微妙な、79って出たから、あの、自分のインスタライブで身長測ったっていうね。それで179だったんで、まあ、モムナが157ぐらいだから、20ちょいぐらいの身長差だから、22センチぐらいあるんだ。そうだから、ヒール履いてもヒール履いても届かない。そう普通に立ったら肩下だよね、全然。肩ぐらいですねそんぐらいの身長差です。めっちゃ身長差あるね。めっちゃ、まあそうだね。はい、はい、身長差は20センチちょっとです。はい、だそうです。だそうですってだそうです。あ、喧嘩するのか。あ、そう、喧嘩はしたことないです。い
や、なんかもう断片的すぎじゃないそれの話は。これ、え、じゃあ心が広いんですね、タメちゃん話し続けんの？熱い。いや、喧嘩しませんみたいな、なんか断片的すぎじゃないというの。どんどん行かないと。そうだね。どんどん行かないと、どんどん行かないと。デートで行きたいところ、はい、ありますか、どっか。モモナは、いや、私の意見、私の意見。モモナはずっとディズニーに行きたいって言ってて、でも俺は運動できる系に行きたいです。ああ、そうだ、スポッチャに行きたいって言ったね。そう、スポッチャってもう、今はね、スキーに行きたすぎる。わかる？わかんないもう雪、雪が降ってるところに行きたいし、運動したいし、もう完璧なんですよ、あれが。まあ、スノボやったことないんだけど。やったことないじゃん、無理じゃん。でもスキーはやったことあるから、まあ、それで、ね、行きたいなみたいなね。あれはディズニーってこと。あれ、本当に、まあ、まずはディズニーね。そう、運動神経がね、皆無だから、本当にそう、そんなのひどいから。あら、マンツーマンで行けば。マンツーマンで行けば俺は滑れるから。ああ、教えてくれたから。そう普段はやっぱ渋谷原宿だよね。ああ、あそこだね。あ、そうだ、普段は渋谷原宿だね。うん、もう彼女がね、もう知り尽くしちゃってるので俺はついてく感じで、もういや全然そんな感じっすね。あ、そう、あとなんかカップルチャンネル作らないんですかみたいな質問もたくさんいただくんですけど、現時点ではカップルチャンネルは特に作る予定は全くなくて、私の個人のチャンネルだけは続けていって、たまに機会があったら呼ぼうかなぐらいで考えていますので、だからたまに来るかも、現れるかもしれないので、ね、その時またお楽しみにってことで、ちょくちょく来ます。ちょくちょく来るぐらいがちょうどいいかもしれないからって感じで、カップルチャンネルは作る予定はありません。でまたたまにね、会ったりとか、あとディズニー行ったりとかした時は、あの Vlog とかをね、ちょっと撮りたいなと思ってるので、まあね、ちょっとデート動画みたいなのが乗るかもしれないので、今後ね、ぜひあのチャンネル登録をして楽しみに待っていてください。ください。あと今これが今日まだ1本目なんですけど、あともう1本ね、撮るので、そう、1回会って、まあ、何本も撮れるかもしれないのでね、まあまあ上がる、アップされるんじゃないかなと思うし、もう一本まだ今日は撮るので、そちらの動画もね、何をやるかまだ秘密なんですけど、そう、その動画もぜひ楽しみに待っていてください。この動画はね、多分私たちがもう撮って、多分その日のうち、だからもう多分1時間後ぐらいに今多分アップされてるものだと思うのでね、ちょっといつもよりもちょっと編集とかなくて、ほぼスーっていうか、もうそのまま撮ったまんまのものを見ていただく感じになると思うので、ちょっと温かく、あのね、今更なんですけど温かく見ていただけたら嬉しいなと思います。結構ね、はい、マジでさっきばっか撮れたてほやほやなので、ほやほやなので、はい、こんな感じでちょっとグタグタしちゃってるとこも多分あったんですけど、多分てかあったんですけど、はい、最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。2人とも Twitter、TikTok、Instagram もやっているのでぜひそちらの方もチェックしていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。